今日は考え方の癖、思考癖についてお話ししたいと思います。アトラクティブボイスチャンネル、あとちゃん、心理カウンセラーの与沢恵美子です。アート企業コンサルタントの石黒愛香です。セラピストの上藤直代です。以前は、自分の声を録音した音って聞きたくなかったんですね。っていうか聞けなかったんですね、恥ずかしくて、もうこの先生のレッスンを受けてから、全然平気になったんですね。その声でいいんじゃないですか、あなたの仕事に合ってますよっていうので、一瞬にして発想の転換が起きたんですね。この声の特徴を武器にしていこうっていう風に、なのでこれでいいっていう風に、自分の笑い声を聞きながら、このおばさんのような笑い方っていうかそれに受けてしまったりとかまあそのぐらい余裕が出てきたんですけど、録音した声はもう嫌だった、へえ、こんな声なんだみたいな嫌だったんですけど、なんか最近は、そこまで嫌じゃないですね。なんか認めた感じ。いいですね。嫌って思ってたのが、なんか別になんか、あ、こんな声だなっていうか、納得したっていう、なんだ、愛着が持てるっていう、どちらかといえば、なんか素敵ですね。もうしょうがないじゃないですか。といえばしょうがない。なんかいつかアップしてた声がすごいセクシーボイスでしたよ。言われてましたね。ね、書いてあった。そういうことありましたね。息多めって言われたんですね。息多めに、でそれを意識してやってたからかもしれないです。やっぱ息が多いとセクシーボイスになるんですね。でもなかなか息多めって難しくって、こう吐きながら話すっていうのができてなかったので、息なんかこう話す時って息止まってた感じなんですよ、最初。それで玉置浩二だったんですね。かもしれないです。今つながりました。そうか。吐く練習。本当に息止めて話してた感じだったんですよ。ちょっとドキドキしません？苦しいですね。エミさんなんか吐いてますもんね、結構。吐きながら。それどういう意味？結構吐いてるなって思って、その意識をすると人が話してるのとか聞くじゃないですか。はい。エミさんは結構吐いてる人なんだと思って。ああ、そうなんですか。息多め。息多めですか。じゃあ、だから私は玉置浩二のレッスンは進められなかった。ああ、そうだそうだ。そう、吐いてるからもういいんじゃないですか。吐いてるからもうこれ以上吐いたらダメだみたいな。あとちゃん。息を吐くと副交感神経が優位になるんですよね。で落ち着くんですよね。で息を吸うと交感神経が優位になって、ちょっと緊張するっていうか。そうですね。なので息を吐くって確かに大切なのかもしれないです。落ち着いて自分の声を聞くこともできるし、発することもできるようにそのレッスンが用意されてたんじゃないかなって今お話を聞いて思いました。そうですよ ね、こう最初体緩める時もそうだと思うんですよね。息がすごく大事で、やっぱ呼吸は大事なんですね。大事ですね。客観的にプロの方がパッと聞いて分かるって大事なことですね、本当にね。話をする、自分の思いを言葉で表現することがすごく難しくて、それにずっと取り組んでたような印象が強いです。エミさんフリートークすごいいっぱい投稿してましたよね。私の場合は文章に書くんですよね。書くんですか。
本当は自分の思いを考えてそのまま言葉で表現することができたら一番いいんですけど、うん、なかなかそれに挑戦できなくって、うんうん、書く表現するっていうパターンができちゃってたので、あ、そのパターンを切り崩すのにすごくエネルギーが必要でした。あ、うん、書き出してたのはどれぐらい書き出してました？何ヶ月ぐらい？3ヶ月ぐらい書いてたんじゃないですか。結構長く書いてましたね。もうそれは大変だ。手放せなかったですので書いたのを読んでましたよ。そっか、考え方の癖とかそんな感じですね。そうですよね、うん、そうですね。ここが結構手ごわくって、うん、今もなんかレッスン途中みたいな感じがしますね。うん、でもあれですよね、どんな癖があるかっていうのを気づくのにいいかもしれないですよね、うん、考え方の癖の、うん、そうですよね、うん、多分こういうレッスンを受けていないとなんとなくうまくいってないっていうだけで、どこがどううまくいってないかが分からなかったと思います、私も、うん、確かに。そうですね、うん、思いを言葉で表現するときにやっぱりその言葉っていうのは無意識から出てくることって多くって、うんうん、そうすると自分でも思いもしなかったような言葉や表現が出てきてびっくりする時もあるんですね、うんうん、話しながら私何言っちゃってんだろうっていう時があって、うん、それってもしかすると自分自身の本当の深いところから出てくる、うん、思いで、これをなんか書いて直し書いてを直したら、本当の気持ちが出てきにくいんじゃないかなっていう、うんうん、突然振られてパッと出てきた言葉って実は、うん、自分の深いところから出てきてることってよくあるじゃないですか、うんうんうん、事前に何を話そうって思っているわけじゃない場合ですけど、うん、無意識から何が出てくるか。そうです ね意識上に上がってない言葉がふっと出てきたりするんですよね、うん、そうですよね、うん、私催眠誘導とかやるんですけど、うんうん、自分で言いながら自分が眠くなってしまいます。わお自分の声を聞いてるんじゃないですか。それ自分で自分に催眠かけてるみたいな、ね、かけてるような感じになってしまって、はい、そういう状態の時って本当に自分の無意識とつながりやすくなってますね。そうです、一日に、うん、なんでしょうね、よくマインドフルネスとか瞑想とか言われますけど、10分でもなんか自分の深いところとつながるってすごく落ち着くしいいですよね。私の場合はちょっとなんか心の中の声も気をつけなきゃなってなんか思います。うん、なんかこう頭の中のセリフがなんだろうな、パターンがあるというか、うん、多分分かってるんですよ自分の中で。どんなパターンがありますか。うん、結構ね文句言ってるんですよ心の中で。これはやばいと思って。なんかこうなんかの記事読んでたりする、例えばニュースの記事読んでたりする、アホちゃーんとか思ってるね。それはいいんじゃないかな。いやでもそれは誰でもあるんじゃないですか。そうそうそう、でもそれはその反応してるアホちゃうとか言ってるっていう、うん、そのアホちゃうっていう言葉よりも、うん、そのどこにアホちゃうって思ってるかっていうのを考えたら結構面白いかもしれないです、うん、なんか、まあ、怒ったり悲しかったりした時に、うん、その悲しいっていうことにみんなフォーカスするじゃないですか、うんうん、でそうじゃなくてそこどこがそなんでそこに反応したか、うん、なんでそう思ったかっていうことを、うんうん、ちょっとじっくり深掘りしてみるっていうのも面白いと思います、うん、多分なんか自分が興味が持ってることとか、うん、
ありえないって思っていることにイラッとすることとか、うんうん、そういう傾向が分かりますよね、うん、自分がどんな条件付けを持ってるかっていうのを、うん、ちょっと書き出してみるのもいいかもしれない。自分を知るきっかけになりますね。あとちゃん、なんかみんな結構いろんなこう皮かぶってますじゃん、うん、ますじゃんって、うん、それを1枚ずつ剥がしていくと、うん、なんか本当本性が現れる、本性が現れるかもまあでもその皮を1枚ずつ剥がしていくと本人が楽になりますよねと思いますね、うんうんうん、なんかめっちゃ鎧つけてるじゃないですかみんな、うんうん、そうもう重くってその鎧鎧つけてんだ、うん、それがやっぱり声にも出てくると思うんですよね。出てくると思いますね、うん、ちょっと怖かったり、うんうん、なんか怒ってないのにいつも怒ってるような感じの人とかいるじゃないですか。あ、いますね、うんうん、そうすると第一印象が全然違ってきますよね、うんうん、それをやっていくとなんか声も変わっていくのかなって思いますね、うんうんうん、お相手は湯沢恵美子、石黒愛香、上藤直代でした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。アトラクティブボイスチャンネル、あとちゃん。